はい、皆さんこんにちは。本日紹介するアクセサリーはこちらになります。わかりますか、これなんと巻き取り式のライトニングケーブルが発売されました。もう待ち焦がれてた方も多いんじゃないでしょうか、うん、当然なんですけど巻き取り式だからなんかねぐちゃぐちゃってなった時にも何ですか、こうやってこんがらがる心配とかないんですね。そこら辺とかもすごい気に入りました。最小11センチぐらいですね、約、うん、一番短くて、でこれね1段階2段階3段階4段階止まるの、うん、5段階の調整ができる。全部入ってる、すごいじゃん。全部で1メートル90センチ。で、あの純正のものと比べるとほとんど一緒というケーブルです。だからまずこのね巻き取り式になったっていうことで、まず嬉しいのが持ち運びにすごい便利になったんですね。例えばポーチと一緒に入れたりとかカバンにそのまま入れたりとかしてもね、あの本当にこんがらがらないし持ち運びにとても便利になりました、うんうん、あの気をつけてほしい点がこの後ろに英語で書かれてます。両方一緒にこうやって引っ張ってくださいねっていうことが明記されてるそうです。これね片方ずつこうやって引っ張ったりすると、まあ、故障の原因になるそうなんで気をつけてください。まあね、これ気になる方はこうやって、まあ、ほら取り外しも大丈夫なんでビタッて外しちゃえば OK です。一緒に引っ張ってください、うん、一緒に引っ張ってください。このね純正ケーブルと比べると、まああの記事の方でよく見てほしいんですけど、わかる、若干ねこっちの方がね大きくなってるの。このね端子のこの持つ部分、端子の大きさは変わらないんだけど、この持つ部分、取っ手の部分がここ一緒じゃん。でもほぼそういいじゃん、ちょっとだけ大きい、ちょっとでかいの。だから、使えないケース、まあ、ケース装着してて使えないものが入らないものが、そう入らないものがあるそうです。今愛用している革のレザーケースとかは問題ありません。で多分ね不安なのってアルミのバンパーとかじゃないですか。でもねグラマス製のやつは全部大丈夫でした。うん、SGP 結構細いじゃん、うん、っていう風に言ってるんで、うん、まああのねこのケースの部分でなんていうんですか、分厚いもの、この下の部分が結構ね厚みがあるものとかは気をつけた方がいいかもしれないですね。ああそういうことね、うん、まあとはいえ巻き取り式ようやく出たっていうことでね、持ち運びにとっても便利です。外部バッテリーとの相性もとてもいいんで、チェックしてみてください。またアップル公認ということでね、安心して使えるケーブルでもあります。はい、チェックしてみてください。